時刻は八時一分を回りました。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。六月六日、前オアシス、これから二時間生放送をお送りします。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道三百三十号線沿いにあります FM 小座のスタジオから、私はずっと、山内がお届けします。おはようございます。はい、おはようございます。<様> <laughs> 新しい一週間が始まりますね。そ六月だった。六日。六日早いです今日はダミアンの日ですね。ガミアン。ダミアン。ダミアン。おおめん知りませんか？映画。うん？じゃいいです。今日はダミアンの日ですよ皆さん。早速コメントを紹介したいと思います。はい。リスちゃん。薄毛姫。おはよう。あはや。あなたは薄毛なんですか？薄毛姫。おはよう。 <laughs> いいですよこれから薄毛姫って呼んでも <laughs> <laughs> はいまあそんなはずっと2時間この後ねお届けしますがはい、えー。週末いかがでしたか相変わらずユニクロで相変わらず。汗水垂らしていたんですか、うん、そうですね汗水垂らしてましたよ偉いですねはい皆様ありがとうございました選手も <laughs> お客様ね <laughs> そうですねお客さんいっぱい週末はいっぱいう週末いっぱいですよいっぱいですかうん ユニクロはねチラシも久しぶりに入ったから最近あんまり安くならなくてユニクロでも最近ちょこちょこまた安くなってきてて週末はいはいはい週末本当は毎週毎週いっぱい安くなってたんですけど、うん、最近あんまりちょっとケチっててルドルフさんがねユニクロは涼しくなったあなりましたしよ涼しいよおのとい,っぱいあそっちじゃクーラーよ、うん、クーラーほら暑くならないうーん暑い かねお客さんも暑くないのかなあめっちゃ汗めっちゃ垂らしてお会計してくるええじゃあダメもう真夏とかもっとなんでかユニクロだからやばいですよ嘘ですがそんな感じでデートもせずはい彼氏がもうもももっとして大変ですねそうそうそう大丈夫ね大丈夫大丈夫ラブラブうん ラブラブエピソードをいっなください,ラブラブい。という感じで、はいえー、お届けしますがじゃあ早速今日のテーマいきましょうか今日のテーマは「子ど供の頃に夢中になったもの」。 こと、はい、そうです。です。皆さん今日の、えー、テーマは子供の頃に夢中になったものこと。はい。はい。ええー。いろいろあると思いますね。子供の頃ね。いろいろある？いろいろある。で松さんは？こ <laughs> ういう？<laughs> じゃあ僕はね、えっ、ー、と、なんていうかな、子供の頃に夢中になったのはあれです。えっ、ー、と、なんだ、ウルトラマン。ああ、あ、へえ。 小学校いやもっとちっちゃい時にウルトラマンにはまってたらしくてらしくて僕あんまり覚えてないんですよ一応好きだったっていうのは大事覚えてるんだけどこんなにハマってたっていうのは覚えてたあんまりハマってたっていうのは覚えてるよだからあれなんか種類いっぱいあるよね種類全部覚えてたってへえそういうんじゃい名前全部言えたって今は今はよ帰ってきたウルトラマンとウルトラマン太郎ぐらい母父母父母父とかも ゾフ,ィーゾフィーってったわけよ。あれみんな家族なの、それともなんか仲間とかじゃない家族,、ね、家族。家族、いとことか<ー>あととちょっと遠い親戚とかいる。<laughs> <laughs> 一文ですよ。面白いね。<laughs> 今日はじゃあいとこのお兄ちゃんのゾフィーが登場ですい,いとこのお兄ちゃんなんだ。そうそうそうそ,うそんな感じ。へえ<ー>。はい。まあそんな感じで。まあ 今見返したら面白いはずねウルトラマンとかそうだねあれとってもメッセージ性があるんですよへえ脚本書いてるのって沖縄の人って知ってた知らなかったすごいですねすごいよ本当に今も言ってるいやあ分かんないいや知らと思ういいウルトラのディスちゃんさんからウルトラの父は子田くさんってまあねそうなんですよ はいまあ、このように皆さん、えー、とあれ募集します。なんだっけエピソードそうそうそう、子供の頃好きだったもの、ハマ <laughs> ったもの,たもの、えー、ぜひ教えてください。はい、お待ちしてます、はいえー、メールアドレスは 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp、うんえー、までお待ちしております。はい、今日も盛りだくさんでお届けしますよはい、ですではこの番組ではもう大変ね、大変 2>, 2時間持つかの体力。<laughs> またんな。ええー、元<あ>またそう。うあ、でも今日ね、ゲストさんが来る。そうですね、ゲストも来るし。まあ僕別に本当だったら二時間ぐらいは余裕ですよ。本当だったら。<laughs> あの <laughs> <laughs> 長いね。<laughs> 長い。<laughs> この番組ではリスナーの皆様からのメッセージや曲のリクエストもおまお待ちしております。 そしてそしてメッセージやリクエストは FM コザホームページから直接送ることができますので、はい、番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きますのでそちらからもお気軽に参加してくださいねお願いしますはいそして FM コザでは YouStream とツイキャスでおはようございます,います映像と音声を配信しています <laughs> FM コザのホームページから簡単に見ることができるのでそちらもお楽しみください、はい、今日も8時から 10時までの2時間生放送、元気に楽しくお送りしていきますので、皆様、最後までお付き合いください。さて、オープニングナンバー。はいえー、フェイデイデの フェイ,レイフェイデイの太陽のグラフィティですが、これは僕がは20代の頃の <laughs>、はい、イケイケだった頃の夏 <laughs> ソングでございます。それではお聴きください。はい 時刻は8時13分を回りました。はい。沖縄市、うん、あれ中国バーカーベニュー入口、ね、国道335線沿いにあります FM 小佐のスタジオから私アズーと山違うお届けします。はいえー、今日のテーマなんですか。はい。今日のテーマはー子供の頃に夢中になったもの。はい。そうです。子供の頃に夢中になったもので皆さんメールお待ちしております。はい、メールアドレスは 七六一アットマーク fm 小沢ドット jp 七六一アットマーク fm 小沢ドット jp までお待ちしております。はい、えっ、ー、とせっかくねこの方来てるのでちょっとメールここで一通紹介したいと思います。小座之スケ君、あずさんす山山さん皆さんおはようございます。おはようございます。ます大学について、そよ風に吹かれながら飲むコーヒーがおー美味しいです。かっこいい。かっこいいな。<laughs> 渋い。渋いな。<laughs> これがもう。 なんていうのこのコーヒーがさこのミルクと砂糖がめっちゃ入ってたらちょっとそうだ、ね、今のイメージ上はブラックブラックだね、うん、どうでしょうかさてさて今日のテーマ「<laughs> 子どもの頃夢中になったもの」山内さんと同じく「<お>ウルトラマンに夢中でしたよ」ってマジで幼稚園の卒アルか何かに「将来の夢はウルトラマンパワード」って書いた気がしますうんでんなね 新しいあのさ世代が全然違うからこの方との流れ違うあれ違うかもないストーリー全然違うよポケモンとかも違うもんね昔と今あそうそんな感じポケモンでも違うわけ違うなんか新しいキャラクターもいっぱい増えすぎてるしもう意味が分からない仮面ライダーもそうですよそうなの全然違うあれ書いてる人は一緒もう変わってるのい,てるいや変わってるようんだからだはずねねちなみに今夢中なのは 教えなーい。教えてー。教えなーい。教えてー。それでは今日の放送も頑張ってください。気になるわリクエスト後でかけてみたいと思います。はい。はい、気になるー。ね。えー、皆さんこのようにメールどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、それではちょっと長くなりましたが、道路交通情報とお天気情報をお伝えしましょうか。はい。えー、じゃまずはお天気からお伝えします。はい。 えー、本日6月6日、月曜日、うん、本島中南部のお天気は曇りのち雨で、日中の最高気温が30度となってます、暑<っ>暑。暑で、暑 <laughs> で、朝の降水確率が朝の6時から12時までが、はいうん、午前中は20%。 で、お昼12時から、えー、午後6時までが60%<ら>で午後6時から夜の12時が40%、うん、昼過ぎぐらいから降ってちょっと止むかなぐらいかないやーちょっと高いですね今日は降水確率高いですか降水確率40%っつったら高いよ、うん、そうなのじゃあもう80%だ絶対降るもうかんなじ降るかんなじ降るかんな降るかんなじ降るかんなじ降る 本当に ?40 って振るんだ40振りますねで20パーも結構高い20パー振るかどうかなぐらい20パーはまた微妙なラインなんですよこれ気象台の人が迷ってる20パーは40パーは自信はないけど振るだろうそ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 うでも外れたらなんか言われるかな言われるから一応40パーにしとこうもちろん60パー確実さ60パーはもうちょっと自信あるわけ70ぐらいまで I c a n い buy そうだからその辺なら、ね、やっぱりねやっぱりねそうだね、うん、そしてそして沖縄本島地方では、うんえー、昼過ぎからお雷の発生する恐れがあります<う>本当にで海岸の海域では多少波があるでしょう、えー、また高温が予想されるため熱中症など健康管理に注意してくださいはいはいでは天気 お伝えいたしましたので続いて道路交通情報をお伝えしますえまずは沖縄自動車道からお伝えします<お>えと下り、えー、沖縄北インター付近で工事規制中がありますそれからそれから居田インター付近下りこちらも工事規制中がありますあと技能座インター付近居田 えっと技能差と巨大インターの間、で工事規制中第一走行。規制中でございます。はい。その歌はスムーズに流れています。はい、えー、続いて一般道をお伝えします。はい、えー。今の時間沖縄市内では目立った混雑渋滞はないようです。えー、っとですね、国道三百三十五線。漬岸。入り口で渋滞見られますね。うん ライカムからズケランにかけて、ズケランの一部で、えー、渋滞見られます。宜野湾市では割と混んでますね。がねこ交差点、えー、前原交差点、そして前原交差点から大蛇名交差点にかけての一部区間で渋滞しています。えー、いずれも国道向けに渋滞してますね。えー、続いて、国道五十八号線大蛇名からグスクマまで。 那覇向け長い渋滞が続いています。王者ながらグスクマまで那覇向けですね。これは長い渋滞が続いています。皆さん気をつけて通行してください。続いて、はい、全国のお天気お伝えしましょうか。はい、はい、えーとちゃん、おかさん。はい えー、あずズ山内さん、皆さんおはようございます。ます今朝の名古屋は薄く雲がかかっていますが、心地よい晴れです。いいですね。いいねなんか少し安そうな雰囲気が伝わってきますね。うん、そしてルドルフさん、ハイサイおはよう。山内さん、アズちゃんも頑張っ！今週もよろしくです。よろよろです。 やらやら <laughs>、えー。大阪は晴天で涼しいです。十八度です。お、ひんりいいね。金曜じゃないですか。結構。いいですね。いいね。えー、NJJ さんおはようさんです。です昨日梅雨入りした横浜。遅い。今なんですね。ね。えー、今朝の天気は曇り。予想最高気温は二十三度です。いいわですね。十三度。はい。あらがらがあららがまさいかわさん。<laughs> えー、那覇市は雲が広がっていますが晴れてますよ。 糸満ハーレーがねがなったから、そろそろ梅雨明けてくれないかな。ね、でも、そろそろじゃないですか、まだ。まだでしょ全然降ってないもん。でも、降ってないよね、晴れ多くない、この梅雨間の中。めっちゃ、昨日も。き、昨日結局、ほぼ晴れてなかった。ほぼ晴れてた、一昨日はもうピーカンですか。らあれ、梅雨って感じね、本当。本当ね、えみちょうさん、おはようございます。今日のとめしろ。 焼肉アンアン上空はうっすらとはげていますあいや晴れていますご <laughs> ら最近髪を切った時「<laughs> すきばさみを入れてください」って言うと「<laughs> えっ?」て顔をした店員さん <laughs> 俺の頭も山内さん同様うっすら地肌が見えるんだろうかえー、ちょいちょいちょい <laughs> 僕の地肌は見えるんですか <laughs> <る>うっすらでもついてきたから見えるような気もしますよあ見えるね 見える <laughs> <laughs> さあ、これでも、あれだろあ、カンパチュー。ュ、うん、そうだね。その他は大丈夫まだ、ましょ、うん、あ、びっくりした。<laughs> 公開びっくりだったね、今ね。<laughs> <laughs> いかと思った。あ、危ない,危ない、うん。怖い怖い怖い。<laughs> 怖い怖いみちゃさん気を,、ね、気をつけようね。あの、ゆみちゃさんが、いい、 この対処法を見つけたら僕に教えてください、うん、<laughs> 僕もわかったらイミチャさんに教えますちゃんとこの公開の上でやってくださいねみんなも情報を知りたい方いっぱいいるかも教えて続いて吉井の中村さん、はい、おはようございます,います今日の神戸の天気は晴れのち曇り、えー、最低気温19度最高気温が27度雨降りませんということではい えー、テーマも送ってきていただいているので、あ、えと、ー、で紹介しようかなこれは。うん、そうですね。はい、えー。そして、おおおお、お百子さん久々来ましたね。はい、以上ですね。以上全国のお天気お伝えしましたよ。はい。はい。えー、では FM 小坂見えるお天気かな。はい。ですが、なんか曇ってるけど。 れちょっとうっすら青も見えるような気もしなくもない感じかなほうほら,ら <laughs> ほらうん、ふんでしょ <laughs> そ,、ね、<laughs> そんな感じですねでも午後からどんどん曇ってくるのかな,なで、ね、でも今はまだ過ごしやすい天気かなって感じですねほうほう外もちょっとでも暑かったね暑いね今日はねひんやりはしてないけどそんな感じですはい えー、渋滞も今見たところはそんな車もスイスイまで行かないけどスイぐらいいやスイスイでしょ <laughs> スイスイって <laughs> 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 今日も一日安全運転でお過ごしくださいそれではここでこのコーナーみんなで元気にうちなぐちラジオ体操の時間です 時刻は8時26分を回りましたはいさあ今日のテーマは何ですかはい今日のテーマは子供の頃に夢中になったものはい子供の頃に夢中になっていたものでございます,ですえ白、ー、子さんぜひリクエストしてください、はいえー、メール来てますね、はい、その前に手紙来てますね そうですね。はいんかぴーいつの間にかフェイスブックによく使ってね。<laughs> だからちょっとレギュラー化してきてるよねどうしたんですかね <laughs> <laughs> ではえー、っとスカピーさんからです、はい、おはようございますあず、はい、さん山内さん沖縄市のスカピーですまだまだムシムシ過ごしにくい涙だからよ今日のテーマ「子供の頃夢中になったもの、うん、僕はローラーブレードに夢中になっていましたローラーブレードとは何ぞや?」 だからローラースケートの縦にローラーがついているものですそうさっき写真見せてもらったんですけど、うん、ローラーブレードとスケートと違うんだねでもちっちゃい頃にアズもやってたことあるけどどっちか覚えてない、うん、どっちかなみんながよくやってたのはスケートかな2 4四5だからこの靴にはまってるやつじゃない車輪が。 っていうとこの四つのやつ。わかん四つかわからんけど、うれ、小学生が靴痛ファーってこう。あ、あれじゃない。あれ上等だよね。みんなやってるね。かかとで。あ滑ってるやつね。最近の小学生がね。あれじゃないんだ。あれじゃない。もうガッツリカチャカチャってやって。カチャカチャ。あの装着するさ。あ、わかんない。したわけよ。道で滑ってちゃんと。あ、そうなんだ。あれなんだろう。で沖縄市のよく 朝香をよく滑っていましたよ。かっこいいね。かっこいいね。ローラーブレード、わかる人いますか。6月も2週目、笑顔で楽しみましょう。ね。ありがとうございます。私も、使つかぴきょう、ちょっと、あの、明るかったね。明るかったね。はい。逆に、今日は、ちょっと、僕が朝から暗かったです。どうした、山内。そう、朝はね、どうしても。朝一ね疲れがね。アモーレ山内。アモーレ山内、なんですか、アモーレ。アモーレって、なんだろう。 子さん何ですかなんか聞いたことあるのな、まあ、い,いかマ、えー、続いてコメント <laughs> 先ほどの、えー、中村義弘さんのコメント、はい、紹介したいと思いますはい、はい、今日のテーマ「子どもの頃に夢中になったもの」はい「信長の野望ゲーム」ームシリーズですね知ってます山本さん知ってる今でも続いてます大体の一通りプレイしてますよっていうことで知ってるよ なんかゲームとかハマりたかった<や>なんかこんなって、うん、ゲームについて話したかったゲームは僕はもうドラクエハマりましたから、ね、あ出たもういいよねなんかそういうのえどういうこと <laughs> なんか何々ゲームが好きっていう人なんか集まってくるさそういうのを憧れるなんか「ああモーレちなみに、うん、ちょっと挟んでいい?うん」 アモーレイタリア語で愛していますってよ <laughs> お、アモーレ愛の山内いいですねアモーレ山内 <laughs> なんかおかしいな <laughs> でもなんかの男優みたいじゃ男優みたい <laughs> <laughs> アモーレはい。ウ、え、チ、ー、信長の野望とかまあゲームにハマってたということですがゲームにハマってた人も多いんじゃないでしょうか僕らの世代だと特にねそうですねはい。あ、ちょっとコメント読んでいいですかどうぞ よしる中村さんが、うん、アモーレそういえばそうです長友選手が彼女のことを紹介するのに、うん、僕のアモーレですって言ったね。<laughs> <ソ>うん、しかもあれ良くない結婚しますかって言ったら、うん、僕はしたいですって言ったのわかります？えそうなんだ。あのあの誰さんでしたっけあの可愛い<平>アイラ。うん、あの人沖縄の人？で、ポイ。ポイ。<laughs> だったんじゃない。<laughs> だっただったにしよう。<laughs> 多いですよねあの人絶対なんか。 超立ててくれそうな感じに見えません誰男の人を平さん平さん、うん、どうかなわかんない <laughs> 天然層だよね天然層可愛い,い結婚してほしいですって言ったわけうんしては <laughs> じゃない<あ>終わり <laughs> 終わりですか終わりですよなるほど ありがとうございます。平愛ラ全然沖縄じゃないですね。生まれが兵庫県赤石市だそうです。あだそうです。はい、全く違う。無理やり沖縄に出するのはダメかな。<laughs> <laughs> なんでよって <laughs> はい、まだまだメールお待ちしております。はい、えー、今日のテーマは、えー、子供の頃に夢中になったものでございます。はい、メールアドレスは七六一アットマーク fm 小沢ドット jp、七六一アットマーク fm 小沢ドット jp までお待ちしております。 ここで曲をお届けします。小園助リクエスト。じっとりんじんで夏祭り。 時時刻は8時38分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしますまずは沖縄タイムス総合面よりお伝えいたします女が与党安定多数27議席に躍進 参院選への影響を必至、任期満了に伴う第12回県議会議員選挙は5日、投開票され、与党は無投票だった名護市区を含む13選挙区で、現有議席を4議席上回る27議席を獲得して躍進、引き続き安定多数を維持しました。2014年に 尾長知事が就任して初めての県議選で与党が過半数を得たことは有権者が尾長県政に信任を与えた格好になります選挙結果が7月10日投開票の参院選に影響を与えるのは必至です尾長知事とともに名護市辺野古の 新基地建設に反対を訴えてきた与党のオール沖縄勢力の勝利は県民が改めて新基地建設反対の民意を示したことになります続きまして同じく沖縄タイムス地域面よりお伝えします100万人に歌届けたいジャハナさん CD 無料配布 車椅子で音楽活動を続けるジャハナさんはボーカルを務めるバンドコンスタントグローの CD を100万枚無料配布しましたこれまでにも1人でも多くの人に聞いてもらいたいと無料で配るプロジェクトを続けており1万8000枚を配布しました徐々に応援してくれる方も増えてきたと手応えを実感しています CD 制作費用のための募金やスポンサーも慕っています続きまして琉球新報市町村面よりお伝えします民族衣装を着て異文化触れる世界賢人大会休養高校で出前講座10月の 第6回世界の内蘭地大会プレイベントで県主催の出前講座レッツ・スタディー・ワールド内蘭地事業が県内で行われています同講,座が同講座が5月31日沖縄市南東原の休養高校で開かれました中村講師は知ってみよう移民した人たちの気持ち と題して民族衣装や楽器を通して楽しく異文化に触れさせました一方移民先で県民が差別を受けていたエピソードを紹介し異文化を理解する大切さを説きました続きまして同じく琉球新報総合面よりお伝えいたします 米軍酒酔い58号線逆走2人重軽傷容疑で逮捕規律違反4日午後11時40分ごろ嘉手納町水釜の国道58号線で酒に酔った状態で車を逆走させて軽自動車に衝突し男女計2人に骨折など重軽傷を負わせたとして 同広報違反、先追い運転の疑いで、米軍嘉手納基地所属のアイメ・メヒヤ容疑者が嘉手納署に現行犯逮捕されました。同署によると、メヒヤ容疑者の呼気からは、基準値の約6倍のアルコールが検知されました。 以上この時間は琉球新報沖縄タイムズの朝刊から記事をお伝えしました、はい、時刻は8時43分を回りました。はい はい、でははは今日日何の日のコーナーナをお届けしますの日、はい、はい、改めまして、きょうは何の日の日をお伝えします。ま、えー、まずは沖縄手帳からご紹介します月月日日曜 えー、旧暦5月2日土のと羊の日です満潮が7時26分かんあで午後8時に38分で干潮が1時33分で午後2時6分となっておりますはいで本日はオクラの日だそうですよオクラの日はいいいですねいいですねオクラ好きですかオクラ大好きあの<ん>ネバネバ感たまらないよね たまらないよねたまらないいいですよねいいですよねそろそろ夏ですからねあいいですね夏ですねもうはっちゃけですね夏ね。早くついおれいってねねもう毎週見ってからね見えなくなる見えなくなる黒くなったもう結構いい具合まで来てるさ今後さん黒い黒い薄いの白いよっていうよね黒いしね黒いしね黒いしね白いよっていうねあとね おもろうしと国,中国重要文化財に1973年それからそれから琉球古典音楽の島袋さんと照キ奈さんが人間国宝に2000年。 で、えー、先ほども言った「オクラの日」を制定 J 沖縄都オクラ専門部会これ2014年はあ、はあ、沖縄が沖縄の人たちがやったんだね,ねオクラはね沖縄産地ですからそうなんですかそうですよへ誇 <laughs> <で>りだね誇 <laughs> りねどうだったら誇りをそうですね、うん、はいですね、はい、ではその他の なんの日をお伝えしますはいお、プロポーズの日だそうですよそうですね、今日プロポーズの日なんでですかねやっぱ純ブライドのあれ影響じゃないですかね全日本ブライダル協会1984年うん、なんでニヤニヤしてあと方学の日ってよほう楽器の日らしいですね、今日楽器の日、全国楽器協会うん あとお稽古の日、うん、あとベビーデイ。んえっとですねなぜ楽器の日、お稽古の日、邦<で>楽の日というのはですね、はい、昔から踊りや邦楽などの芸事は6歳の6月6日から始めると上達すると言われている<ー>ということからとということですよ6歳の6月6日から始めるといいということですね。本当覚えとこううん 本当かな本当かどうかはその人次第じゃないですか。あと日本初の女子アパートが東京大堀大塚,大塚に登場1930年1930年古いですね古いですね、はい、それから、えー、と東京の電話が50万台を突破1958年、うん、あと日本サッカーリーグ開幕当時の人気選手に 鎌本さん。鎌本さんと杉山さん、んねうん、杉山隆一さんなどがおります。うん、あと初年度優勝は東洋工業らしいですね。1965年。東洋工業って今のどこだろう。ちょっとわかんないね。らしいですね。はい、ではでは、えっ、ー、と誕生か。が。黄色勝負。イエロー。なんていうのかな、黄色勝負でいいのかな。 気勝負でいいんじゃないですか。イエロー <laughs> ワーターフラッグ。フラッグ。<laughs> フラッグ,ラッグイエー。<laughs> <ん> <laughs> <laughs> 花言葉は、お、信じるものの幸福。かっこいい。なんかいいね。いいね。信じるもの,の幸福。信じましょう。信じましょう。はい。以上。以上。何の日のコーナーでした。はい、えー。ここで一曲お届けします。百三リクエスト。ザブローモンキーズで。 難しいの「no. It doesn't have to be this way」でございます。 時刻は八時五十二分を回りました、はい、沖縄市中央パークアベニュー入り口、えー、国道三百三十号線沿いにあります FM コサのスタジオから私アズと山内がお届けしますはい、はい、今日のテーマは何ですか今日のテーマは子供の頃に夢中になったもの はいでございます。子供の頃に夢中になったもの皆さん教えてください。言はいえっとメール来てますよ。読んでください。おやみします。めっちゃおじさん。はい。皆さんおはようございます。めっちゃおじさんです。ありがうございます。今日のテーマ子供の頃に夢中になったもの。はい。おじさんが子供の頃に夢中になったものは車ですかね。へえ。え。ミニカーとかね。あ。 でもいうの男の子とかおいおい正確に言うとは車の運転ですってどういうことどういうこと <laughs> <laughs> あ別に子どもの頃から車の運転してたわけじゃないよ、うん、おじさんは運転手の真後ろに座り右肩あたりから顔を出して運転するところを覗き込むのが好きでしたわかるあのシートの後ろにこうやって顔をこうやってやるでしょわかる <laughs> か顎のせるわけあそうなんだわかる 子どもの頃だと車の運転席にあるメーター類がめちゃめちゃかっこよく見えてたぶん飛行機やロボットのコッ,クピットコックピットみたいに見えていたんだはずそしてあまりにも運転してみたいおじさんがとった行動はソファーを運転席に見立てて目の前のテーブルにはメーター類に見立て,見立てたお茶碗をたくさん置いて「へー。 足元にはスリッパを3足置いてペダル代わりにソファーの間にはギアに見立てたゴルフボールがついた孫の手を指しハンドルにはハンガーを形を見せて作りました <laughs> すごいねすごいねすごいかわいいねかわいい小さかったおじさんはうーえどう呼べればいうベルマイのかうーうーうー <laughs> キキキキ,キって感じで運転をしていたようです、うん、一応記憶もあるんですが、うん、よく母やおばがその様子を「この子は暴走族かトラックの運転手にでもなるんじゃないかと思っていたよ」って言ってましたって。 いいですねほのものエピソードですね可愛い,い,い,いですねしかもまあおじさんになった今は車に全く興味なく、うん、バイク好きになりましたけどねあでも同じこうなんていうの肩は似てるさねうん。可愛、うん、い,いね,いねこんなのしたいいですね運転ハマりますよねあのこ車とかね子供の時は、うん、男の子あと あ、でもはまはまるっていうか、うん、運転してみたくてよく、うん、あの助手席じゃなくて運転席に座ってワクワクしませんでした。エン、うん、動かないけど握ってからそうそう、ね、やってるよ今やってる。で、うん、ワクワクする。でも動いたらどうしようっていう恐怖心もあるけどあったんだあったわけよ。えー、さすが二十まだ死後だと覚えてるんですね。僕はもう覚えてな全く覚えてない。やった記憶もなきにしもあらずという感じですね。えー、クリエさん。 コメント紹介します中学時代とか <laughs> 洋楽にハマりエルビスプレスリーとかストレイキャッツとかロカビリーにハマってましたよ <laughs> ちなみに今は雪にハマってますああは。いい知らんし洋楽にハマった時代ありますよねいみちおじさん洋楽かおしゃれ俺ら中学時代洋物にハマった時期でしょうか 用物が何かは言えませんこれほら,こら違う意味だろそうねちょっと秘密にする人多いからさわからないんですか何用,何用物といえば何用物といえばなるほどはいはまりましたねそうですねみんなあの時期急にこうお酒になる時期なんていうの友達同士で回して面白いねあかんなってね友達同士でわゃわきゃするんでしょでもさ あれもう画質が荒すぎてさ肝心な部分がよくわからないんですよ<笑><笑>チャーナトンがみたいな <laughs> それでまた想像力をあれじゃない発達させるあの洋物だと、うん、なんていうの諸なんですよわかりますへーノーモザだオケそうなのそうそうそうだからジャパニーズはチャーナトンがみたいな <laughs> なるほどねなるほどね <laughs> そう <laughs> もうねもうびっくりっていうかでもさ飛び込んでくる感じ 本当にさわからんわけよ <laughs> <laughs> そういう時代そういう時期そういう時期ですねしゃーないですい、はい、まだまだ皆さんメールをお待ちしております今日のテーマは、はい、子供の頃にハマったものことでございますでございますはい。メールアドレスは 761-fmcoza.jp 761-fmcoza.jp F. M. 講座ドッ J. P. まで、えー、どんどんお待ちしております。はい、よろしくお願いします。この後九時台はハイサイ沖縄シティ。そして。はい。今日は素敵なゲストさんが登場する予定でございます。えー、チャンネルはそのまま F. M. 講座お聞きください。チャンネルは何ですか。チャンネルは。七十六点一。そうですよ。ですよ。 <CM> では CM に行きまーす。<laughs> 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。まずはじめに、 高齢者向け給付金申請受付中のお知らせです。支給額は。支給対象対象者。一人につき三万円。支給回数は。一回です。申請期限は。七月二十九日。金曜日。承認有効となっております。 お問い合わせは高齢者向け給付金臨時福祉給付金窓口電話番号894-6122894-6122までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして、おたふく風邪、公費予防接種のお知らせです。本市では。行政措置予防接種として、おたふく風邪の予防接種を。次の内容にて。全額公費で実施しています。行政措置。 予防接種は医師から十分に説明を聞き、保護者が理解、納得した上で接種を希望する場合のみ受けることができます。対象者は本市に住民登録があり、接種を希望する1歳児。実施期限は平成29年。 3月31日金曜日までとなっております。接種場所は指定医療機関なお予診票は各指定医療機関にて用意しています。指定医療機関は通知書に同封された一覧表でご確認ください。接種回数は1回となっております。接種費用は 無料ですお問い合わせ子ども相談・健康か予防係まで内戦22322233子ども相談・健康か予防係内戦22322233までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして平成28年度所得証明書等の発行について所得証明書等は6月1日水曜日より発行を開始します対象は平成28年1月1日時点で市内に在住し期限内に申告している方 および不要になっている方、請求者の範囲は本人または同一世帯の方です。本人確認に必要な書類は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの身分証。 なお、代理の方が申請する場合は、請求者本人からの委任状が必要です。詳しくは、資産税か内線22522253 22までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして、未承認遺伝子組み換えパパイヤ、体能5号除去にご協力を。葉柄の赤いパパイヤは、栽培や流通が認められていない未承認の遺伝子組み換えパパイヤの恐れがありますので、果実を他人に配ったり、種子を撒いたりするのは控えましょう。 国では未承認遺伝子組み換えパパイヤかどうかについて要望に応じて無料で検査をしています。品種不明で葉柄の赤いパパイヤがご自宅の庭などで生育していましたらご相談ください。こちら詳しくは農林水産課内線3236詳しくは農林水産課 内線三二三六までお問い合わせをお願いいたします。続きまして。沖縄市役所からのお知らせです。六月二十三日木曜日慰霊の日は休日のため。 沖縄市役所は閉庁しますこちら詳しくは総務課内線23482348 23までお問い合わせをお願いいたします。 続きまして、催し、自治会加入促進月間、自治会に加入しましょう。自治会長協議会では、6月を自治会加入促進月間として各イベントを行います。自治会加入についてご理解とご協力をお願いします。 1>, 1、6月1日水曜日午前9時から加入促進月間出発式を行います。2、6月1日水曜日2日木曜日、広報パレードを行います。 詳しくは、市民生活課内線2214、内線2214までお問い合わせをお願いいたします。以上、ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。 時刻は9時12分を回りました。9時台も沖縄市中央パークアベニュー入口国道335号線沿いにあります FM こさのスタジオから私あズーと。え、間、まあ、違えを届けします。はいはい。よろしくお願いします。よすえと、今日のテーマなんですか。今日のテーマは、ー子供の頃に夢中になったもの。 でございます子供の頃に夢中になったもの一個えー、メール来てました青野、はい、軍団さん「ざいます。クラティアーズ」山内さん <laughs> ありがとうございますクラティっぽいかね <laughs> えテ、ー、ーマの前にさ山内さんに質問していい、うん、フットされやってるって言ってたさ、うん、シューズってどこが安いヤングとか安い一応俺の安いのは えー、3,000円くらいよ5,000円近くから高額だからさかっこ悪い<よ>してテーマは子供の頃の夢です僕のね多分3,000円ぐらいだはずよわかんないでも忘れたもう忘れた <laughs> もう忘れちゃう年なのかなだいぶ前に買ったわけ俺のだいぶ前っていうかそ,うのその1年ぐらいいやだから復活したのが1年くらい前なんですよ、うん その前やってたときに買ってたやつを使ってるからでも探したらありそうだよね安いのとかね、うんあのー、もうちょっとだけ、あのー、作る時期がずれてるやつとかね値、ね、下げされてたり上等でもね探したらありそう多分ですねお隣の BC スポーツさんは安いですかねフットサルのシューズあない <laughs> ないとの方ですわ <laughs> かりました えー、ということですね、ちょっと安いの探しておきましょうね、僕もね。そろそろ新しくしたいので、うん、フットサルのシューズボロボロなんですよ。<laughs> ああって、安いの教えてくださいね。OK、okay いいです、ね、<laughs> <Okay> ありがとうございます。ましたはい、えーはい、皆さん、まだまだメールを募集しております。メールアドレスは 761-fmcoza.jp 七六一アットマーク fm エムコザドットジェーーまでお待ちしておりますよ。はい、えー、それでは天気、道路交通情報をお伝えします。はい。まずはお天気。はい。まずはお天気、六月六日月曜日。うん。本島中南部のお天気をお伝えします。どうぞ。ええー、今日はどうぞ。曇りからの雨。おら。からの日中の。通の最高が三十。晴れてますよ、でも。 外れしてますね。しかもね、さっきまで雲あったけど、なんか、こっから、この角度から見てない。まあ、うっすらあるけどね。ない。しかも、日中の最高気温三十度だからね。はい。また暑いね。暑いですね。で、朝の降水確率をいきたいと思います。朝六時から、お昼十二時までが二十パーセント。うん、で、ええー、お昼十二時から午後六時までが六十パーセント。で。 6時から夜12時までが40%となっておりますはい。では今日はですね6日昼過ぎからなんとなんと雷の発生する恐れがありますので気をつけてくださいで絶対嘘ねいや。わかんない, <laughs> んないでやろうそれ <laughs> <laughs> あと海岸の海域では、はい、沿岸の海域では多少波があるでしょう、うん、そしてそして高温が予想されるため熱中症など 健康管理にも注意してください。ぜひ気をつけてください。はい、では天気お伝えいたしましたので、続いて道路交通情報をお伝えします。はい。まずは沖縄自動車道からお伝えします。うん。あら、増えてますね。えっ、ー、とですね、えー。下り、あ、上り。巨大インター付近、工事のため規制があります。はい。ええー、それから上り、金インター付近。 でもこちらも工事で規制があります。はいそして石川インター付近から沖縄北インター付近まで、えー、とこちら工事あ規制かなあ、工事規制中。はいあっ、こちらく下りですね、下りで工事規制中があります。それから上りでは石川インター付近から北インターまで、こちら工事とあと、 工事ですね。があります何を見てんだ。<laughs> あ、事故車、下りでは事故車ですね。事故車があります。はい。石川インターチェンジ。整理しましょうね。はい、石川インターチェンジ付近で、下り、<laughs> えー、故障車が出ています。事故車じゃないですよ。故障車が出ています。そして、えー、石川北、えー、じゃない、石川インターチェンジから沖縄北インターチェンジまで。上りで、工事のため、規制中でございます。はい。してからに。してからに。 上り、こちら、琉球、琉大、BS バス停、バス停付近、こちらも工事、寄生中となってます。で、西原、こちら、下り、下りも上りも寄生中ですね、寄生中となっております、工事ですね。以上はい。以上です。 続いて、一般道をお伝えします。沖縄市内、今のところ、目立った混雑・渋滞はありません。えーとですね、工事の情報、こちらもありますね。えー、小座十字路から小屋にかけて、南行き、北行きともに工事のため一車線規制されています。国道三百三十五線、北行き、南行きともに、えー、小屋から小座十字路まで。 工事のため一車線規制されています皆さん気をつけて通行してくださいそれと、えー、国道58号線大蛇名から牧港の、えー、過ぎたところまで南行きですね那覇向け、えー、長い渋滞がまだまだ続いております皆さん気をつけてこちらも通行してください、はい、以上道路交通情報をお伝えしましたはいはいはいへへへ <laughs> へ お伝えしましまた、はいえー、こちらからスタジオから見える天気、晴れてる、てるなんか本当に晴れてる、本当に晴れておる夏日でおる、<laughs> なんか暑そうだし、太陽もめっちゃ出てますしね、めっちゃ出てるね太陽出てるこう夏って感じでいいですね、今日はいいですね。はい。でも昼過ぎから降るかもなので、でね、傘持った方がいいかもしれないですね、出、ね、かけるときは。はい それでは、夏日ということで、この曲いきたいと思います。<わ>ザ・ブームで、ブラッカー <laughs> え時刻は9時22分を回ったところでございます。嘘です。はい、20、えー、20分です、ね。誰で、ね、嘘ついたのは、えー。嘘ついてはいないですよ。<laughs> <laughs> はい。えー、とですねメール来てますよ。はい。はい、あず紹介してください。はい。じゃメールありがとうございます。うんうん、えっと小山すけさんから、はい、リクエストありがとうございます。飲んでたコーヒーはサントリーの。 プレミアムボスビトでしたまあいいね <laughs> ウルトラマンパワードは目が青くてかっこいいと思っていた記憶がありますそして最近夢中なのはアモーレ探してんてんてんなんちゃってえー、本当だろう <laughs> 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 本当だろういいな堂々とこうアモーレ探しとか僕も行ってみたいですね <laughs> 今は堂々と言えないですか<モ> <laughs> カソリって言おう。カソリ。アモーレ探しております <laughs>、うん。<laughs> どうどうだマサレ。いいですね。どうですか。はい、何がですか。アズは。アモーレは。アモーレいい感じ。いい感じ。最高よ <laughs>。素敵男子だよ。続いて。本名おけ、OK、今村さん。はい、えー。沖縄市の好感度アズさん。 沖縄一の高角度 <laughs> カチカチ山内おはようございます高角度おはようございます、うん、よくわかるね、えー、本名 OK 芦田愛菜ですい <laughs> 子供の頃夢中になったこと、はい、それは断然ワンワンごっこです<何>皆さんご存知のワンワンごっこ、えー、自分の首に紐をつけ <laughs> 両手両足に靴を履き 弟に紐を持たせて近所を散歩する遊びです知らんし知らんわ <laughs> 皆さんご存知のワンマンごこって知らんしや,ばやってねーしこれ心配されるようにご近所の方々だからあだいたいどっちが犬をやるかで喧嘩になります散歩の前から戦いは始まっていますなんでそれ犬役を勝ち取った者は 完全に犬になりきって近所を一周することができますしかもこれなんか勝ち取ってもらって犬役の方がなんか上なんだね、うん、ポジション、えー、周りの大人たちも笑みを浮かべて僕たちを見ています <laughs> ただ唯一大変なのは片足を上げておしっこするときにその時ぐらい人間に戻ってもいいんじゃないかな <laughs> 妙が軸足に垂れることで, <laughs> でも今ならうまくやれそうな気がしていますよ <laughs> アズさん僕の日も持ってくれますかということやだ捕まる <laughs> 捕まるアーズ <laughs>、はい、相変わらずの無茶苦茶面白いよう、ね、なエピソード毎回、うん、犬ごっこなんてやってますから <laughs> 皆さんご存知じゃないよご存知じゃないですよ全然 <laughs> びっくりだねもう 僕あ,のあれはやったことありますよ友達と二人で歩いてて友達がドブ歩くっていう遊びをい、うん、やかわい意味やかないかしかも友達が <laughs> そうそうそうあやらせてないですよ別に本当に、うん、友達が勝手にドブ歩いて <laughs> 俺が爆笑しているっていうくだらな <laughs> で大人に「俺ドブ歩いたぜ」って言うというくだらな知らない大人にね <laughs> そんな遊びをしていました一時期ね本当に結構やってたハ、ね、マっ,ってたね 思い出しました意味わかるので面白いからね面白いねちっちはね何ですかねえー続いてはいラジオネームジャムクラッカーさんからクレームメールですよこれクレームメールね山松さんおはようおはようございます今日第9で聞いていますありがとうございます東洋工業は今の松田自動車ですよあ松田へーさっきなんか出てきたねあのーサッカーあそうだ初戦 あの初めて,てそうそう,そう初優勝ですね広島に本社がある自動車メーカーだよ、ね、我らの広島東洋カープのスポンサーです<お>ちなみに松田はサンフレッチェ広島のスポンサーです、うん、東洋工業がサンフレッチェです<お>今日のパーソナリティ感じ字終わりうん 事前に原稿チェックしてください一応してるんですよ一応情報番組だよねごめんなさい勉強します本当にはい情報番組ですえっとですねあのこれからやりますね慣れてきますのでちょっとだけ成長を見守ってくださいお願いしますそしてそしてサンフレッチ広島ということで東洋興業初めて知ったね僕はた ああれあれが変わったの名前社名が変わるからね車屋さんも昔の人でも松田の方がもう分かるね、うん、東洋工業書いてよかったね,ね名前松田でも松田もピンとくるけど東洋工業ってなんか分かんない分かんないねまあ松田もそうだねはい、えーはい、続いてかっちゃん山内は今日もかわいいあざあず前足お聞き直りスナーさんおはアズリンコ <laughs> 今日から新しいラジオネームでいくぜおー再スタートですかはいあざあざよろしくなよろしくね新しいラジオネームって前から買っちゃうんだ。ゃい <laughs> <laughs> まあいいか、えー、テーマ子供の頃夢中になったこと僕はね、はい、やっぱりファミリーコンピューターの時代スーパーマリオで裏技で夢中になってましたかね裏技スーパーマリオとかさ裏技が結構あったんですよえー乗ってないのこの 説明書には載ってない自分たちで見つけるの見つけるわけよこれあれそれがさ口捨てで回ってくる回ってくるわけこれこの何出してるゲーム会社さんは分かってるのこのやり方それともう当にやってる人がる分かってるのもあるし分からんのもあるへえ<ー>うんすごいでしょなんで言わないのかなすごいね楽しい例、ね、でもそういうの発見できたらそうそうすごかったですねえー、あとは「筋肉マン」 の金消し集め出た。うん、僕もハマってましたね。ね文房具屋に行ってお気に入りの金消しあるからよく通ってましたわ。以上これ当たり外れとかじゃないんだね。集めるのちゃんとあるの。いや、僕あれだしてガチャガチャ。<ー>今ガシャガシャって言って。ええー、ガチャガシャじゃないの。ガシャガシャ。古いの？じゃあもうガチャガチャ古い古い。ガチャガチャ古い。 ガシャガシャ今多分ガッチャガッチャとは言わない,んないですガシャっていうのかな。ガシャって言うんじゃない。<laughs> <laughs> い,いそうねガチャガチャでね。ね。うん、えーっとですね。あずあずユーストリームカメラに手を振って仕事しながら聞いてるから後からややって頑張ってねお仕事。リクエストマットでかけたいと思います。えー、筋肉用の消しゴムもうね超流行ってましたよ。みんな詰めてた。今あれかなう売られたりしてるのかな。か売られたりしてるよ。 欲しいだろうねでも高値でだろう、ね、僕はねこれ「筋肉マン」の消しゴムめっちゃいいもうこれ何回か話したんですけどめっちゃレアのもの当たったんですよ、うん、アシュラマンの皆さん分かりますよねアシュラマンっつって、うん、アシュラマンの顔が違うやつまあとにかくレアだわけ、うん、それどこにあるの今それがいとこが遊びに来て <laughs> お母さんが勝手にあげよるわけああ<れ> <laughs> 何でも好きなもの持って行ってっつってそれ持っていきよったああこれでさわざわざそれをレアだからちょっとは遠慮せえよと号泣ですよ号泣ちっちゃい頃に小学校の時どんだけショックからお母さん号泣ってまたかわいいね号泣本当にショックだよねだお母さん笑いながら謝りよごめんごめんけらけらけらって 軽い, <laughs> 軽い <laughs> そんな軽いもんじゃねえよ <laughs> <laughs> はいそういう思い出がありますが皆さんまだまだメールお待ちしておりますえ<い>えー、今日のテーマは「子供の頃に夢中になったものでございます」ます。ツイキャス切れてまますね、はい、どうしましたか 今直しましょうね。はい、えー、メールアドレスが七六一アットマークエフエムコザドットジェーピ七六一アットマークエフエムドットジェでございます。はい、えー。今日のテーマは子供の頃に夢中になったものことでございます。子供の頃っつっても未成年でくくらせていただきますよ。はい。よろしくお願いします。それではここで、えー、そんなかっちゃんのリクエストかけたいと思います。はい。 えー、筋肉マンということでね。筋肉マンの歌。串田明で。筋肉マンゴーファイト 時刻は9時37分を回りました。沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道335号線沿いにあります FM 小座のスタジオから私アズと山内がお届けします。はい、えー。この時間は素敵なゲストさんに登場していただきます。はいはい、それでは早速自己紹介お願いします。はい。サタライト沖縄の東勝明です。お願いします。イエーイ。阿ズ、えー、だね。阿ズ阿ズ。そうですね。<laughs> イエーイ。

FM 小山でわざわざ来たんですか。はい。今日させていただいたのはですね。はい。あの我々サテライト沖縄の方でですね。はい。この8月に8月下旬にですねミュージカルの上演をさせていただくんですけども。はい。はい。それのキャスト募集オーディションを現在行っておりまして、まあその告知にすごい。はい。キャストを募集する。なんかすごいですね。うん。すごいですね。未経験者でも OK。もちろんそうです。未経験者でも全然ええ脚本演出が 武田正洋さん。とい。う方。そうです。うちの社長でございます。あ、あ、そうなんですか。サテライト沖縄の。はい。もともとサテライト大阪っていうところが、まあ本社にありまして。まあそこのまあ社長なんですけども。はい。僕もそこに、まあ十年、所属しておりまして。はい。で、まあ沖縄出身ということで。すごいですね。ええ、この武田。社長はですね。はい。モーニング娘とか。 トップアーティストへの振り付け指導とかもしているということでそれはあの振り付け師のナピロさんですかねナピロさんがねやってるということではいそっかちゃんと最後まで読めよすっいません。すいませんただ今最もティーンに見られてる脚本演出家そうなんですよこれはどういうことですあの大阪での主な活動が実は高校公演 ってそうなんですよ西日本とかは結構中心にといろいろ回らせていただいて大阪から九州とかまで九州四国まで全部車移動なんですけど僕らが運転しながら行くんですけどもその高校で進路ミュージカルっていうのをやってるんですね進路そうなんですよ 路に関するミュージカルやってるです面白いねやっぱり進路の時間って授業ってあるじゃないですか高校とかでその時にやっぱり大学の方偉い方とか来てやっぱりきちんとしたことフリーターダメだよとかっていうのはお話しされるんですけどもなかなか学生たちが興味を持たないとそれ何かどうにかいいことないですかねとかっていうのが お話いただいてじゃ進路に関するミュージカルを作りましょうよと新しいですねまず興味を持ってもらうところからやりましょうというのをやって作り始めたのが10年ぐらい前に作らせていただいて今、10年間ずっとありがたいことに続けてきて今、年間7 8 0本いろいろ回らせていただいてうるんですよ。 なので、そういうことも含めて、いや、もっもティーに。見られていると、いう肩書きを思って。あのー、なぜ、それがまた沖縄でやろうと思ったんですか、今回。はい、僕は、もともと、あの、役者になるときに、はい、僕はもう役者なんですよ。うん、<ー>僕自身も。ぽいぽいぽい。<laughs> <laughs> そうなんですよ。 であのー、それで大阪に出たんですけども、はい、やっぱりもともと沖縄でやりたいなっていう気持ちがあったんですね<ー>いつかは沖縄で,、はい、でそういう気持ちをずっと持ちながら、まあ、社長に相談したりとか、うん、話したりとかしてたらいろいろその沖縄の方でいろんな方々とつながりができてきて、まあ、僕もそのちょうど10年っていう節目だったもんで、うん、じゃあちょっと新たな挑戦というか、はい、やってみようじゃないかということで、うんはい、この度サテライト沖縄を。 まず立ち上げることになりましてそれのまあ先駆けとして、はいはい、ミュージカルを上演しようじゃないかとああなるほどあ、はあそれで今回はその一般募集と出演者はい、はい、この募集の要項というか詳細教えてもらっていいですか、はい、詳細なんですけども、はい、これやっぱり大体募集する時って大体作品とかもちろん決まってると思うんですけども、うん、今回は作品役何も決まっておりませんえ<ー> 主役になるかもしれないそれは十分ありますはあこれなぜかと言いますとこの脚本演出の武田はですねあて書きっていうものをするんですよわかりますわかりますよあて書きその人を見て役を作っていくとセリフを作っていくとはいはいはいこれなぜそういうことをするかというとやはりせっかく出てもらうんでその方が一番輝けるような 舞台上で一番楽しんでもらえるような役作品を作りたいというものがありますのである程度の作品のレパートリーというのももちろんうちにありますので集まった方々を見てその方々の中でどんな作品がいいのかなと選ばせていただいてからなるほど役というのをまたさらにつけていくということなんですよ。申し込み 方法は,はい、はい、こちらですね、はいえー、我々「サテライト沖縄」のホームページがございましてインターネットだったら「サテライト沖縄スペースミュージカル」とも検索していただいたら出てきますので検索していただいたらそこにあのエントリーフォーム はい、はい、がありますのでまあいろいろこう記入購入購入あのやっていただいてはい、はい、記入していただいてでそこであのエントリーしていただければですね、うん、まあこちらの方からまたご連絡差し上げますということですねはいこれがなんと6月11日に締め切り今週の土曜日でございますはい皆さん急いで急いでそうなんです <laughs> はいもう,、はい、もう本当にあの13歳から35歳くらいまでの はい、幅広い男女であれば、あれ、四十一歳が抜けてますね。あれ、四十一歳はダメ。えっとね、交渉します。出ていただけるんであば交渉します。あ、ぜひぜひ。はいこちらも本当に経験不問で、はいもう未経験者も大歓迎でございますので、そうですね。はい、十三歳から三十五歳くらいまでとなっておりますので、本当にね幅広く募集しております。はい。 これあれあですかやっぱりみんなで作り上げていくぞみたいな雰囲気ですよね。ねやっぱりね、いろんな方とともに、まあ、今現在、も申し込んでいただいている方もプロ、はい、プロの方もいらっしゃるし、もちろん一般の方もいらっしゃいますので、いろんな方々とも交流もできますし、と、はい、いう方々とみんなと一緒にね、この夏の思い出じゃないですけども。いやそうですよね、ね本当にあの、とってもすごい経験になると思います、舞台でね、やるっていうのは、なかなかできないですのでいや本当そうですよはい もう僕もももとと舞台に上がるよようなな人間じゃなかったんですよ、ええ、小学校とか中学校の時。で中学校の時に、うん、たまたまその学校の文化祭みたいな感じでなんとなくあの舞台に立ったんですね周りから押されてみたいな感じで本当は嫌だったんですけど、うん、で実際に初めて舞台に立った時に、うん、なんて気持ちいいんだと。 この膜が降りる瞬間がもう気持ちよすぎてこれもう何回も味わいたいなと思って,<ー>思ってしまってそこからどん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 ,どんこうのめり込んでいって<ー>。なるほど やってぜひ、ぜひ、ぜひ、まあ一回経験していただいたら、ね、いいです、ね、何かきっかけになるかもしれないです本当に何か、まあそれもちろんそのお芝居だけじゃなくて、うん、何か違うやつの時に何か一歩踏み出すんじゃないですかね、ねこの度胸つきますからね、うん、本当にぜひぜひあの興味がある人も、またちょっとないけど何かね、えー、やってみたい、変えたい自分をという方々もいいのではないでしょうか、うんはい、これをきっかけにぜひぜひよろしくお願いします。おお願いいします、えー、お問い合わせは はいおこちらは、ねえー、電話はですね、えー、05020187399電話番号ですね。はい、はい、でメールは「INFOINFO、えー」アットマーク「SATELLITE」A T e L L I T e、サテライト,ライトですね「OKINAWA」「沖縄」。 ドットコムインフォアットマークサテライトハイフン沖縄ドットコムとなっておりますはい私東が担当いたしますのでぜひぜひ皆さんご応募お願いいたしますそうですねぜひ、はい、ミュージカル、えー、最近本当に注目されているというか沖縄で結構多いです、はい、なので、うんあのー、これも場所がですね劇場が浦添市の手だこホールになっておりますので、はいはい なかなか経験できないと思います。そうですね。二十回公演するんだ。あ、稽古がね。いやいやそれ稽古ですね。はいはいはい。びっくりした。稽古はそうですね。七月十日頃から。ですね、はい。土日中心に。はい。毎二十回程度。公演が、え、三回ということになっております。はい、ぜひぜひ、出演したい方、何かきっかけが探している方、募集してみてください。はいはい 阿久間さんじゃあ最後にリスナーさんに一言なんか言い足りないこととかはい何かしらそうですね、はい、やはりでもそのぜひこれと募集してますんで、うん、はいねもちろんリスナーさんもそうですしはい本当に出演していただきますどうですか阿久間さんはいいんどうですかミュージカルとかお芝居とかどうですかいや<れ>多分 滑舌悪いし、それは何んとでもなります。なんと、ね、でもなります。<laughs> 滑舌悪い人がラジオで喋るってどういうことですか？<laughs> そもそもの問題です。って <laughs> そうだね。じゃあこれいけるかいけるかな？いけ,いける、いけます、いけます。四十一歳枠まで開けといてください、ね、あ、わかりました。交渉します。<laughs> はい。 僕にあてがきししししいいいいままますす役をぜひ皆ささんんよろしくお願今日のゲストは東さんでした、はい、ありがとうございました。 えー、それではここで一曲をお届けします。オアシスでガスパニック。 時刻は9時50分を回りました、はい、えーはい、今日のテーマは「子どもの頃に夢中になったもの」ということで、はい、えー、来てますねメールはいどうぞ、えー、青の軍団さんから来てます子どもの頃に子どもの時に夢中になったもの、うん、小児から4時にやってた大都会にはまってその後西部警察」渋いって、ね、名前が変わり、うん、覆面 仮面パト,トカーもかっこよくてよ大門大門大門のフェアレディー Z がボンネットにバルカン砲がついててよ <laughs> バルカン砲とかよ覆面パトカーが覆面じゃなくなってたて、うん、てかあれって車検通るんかや通らんでしょドラマドラマ 西部警察っていうのはでも聞いたことあるでしょうんドラマがあったんですよ警察系の警察のそれでハマってたんだうん何かハマってたドラマありますちっちゃい時にスリーピースのやつなんだっけスリーピースあのカトリーシングが出てたうんスリーピースのやつなんだっけな忘れちゃったけどあれよく見てたスリーピースうんなんだっけなまあよくわからないですね じゃあ続いてメルリーハイゼットさん山内さんアーズさんハイサイおはようございますハイゼットですおありがとうございます。子供からに夢中になってたのは、うん、少年野球とミニ四駆あミニ四駆流行りましたねミニ四駆出たねたミニ四駆は走らすより組むのが好きだったから友達のも組んであげたりしましたよあれ難しくないですいたださそういう人いましたよね僕もね<あ>多分どっちかというと組むのが好きかもしれないね、えー ああああれれ全然意味がんない部品めっっっちゃ入ってるでしょあのいろんな種類あったよねだからプラモが好きなんですよわ<ー>かりますプラモデルでもいとこがやってたんですそれ、うん、でも全然この気持ちが分からなくて組み立てるとか、うん、女子はね、うん、だからか、うん、あとカラオケだねって小学生だからよ小学生だったけどあの時1時間500円だったからぬちゃししてうん 一人50円とかで行ってたねて。<laughs> 拾ったエッチな方を持って行ってたり、うん、持ち込み禁止だったけど、うん、お菓子や飲み物も持ち込んだり、うん、今もそこにお世話になってるさって。<laughs> すごいね。今はちゃんと食べるのも飲むのも。 取ってお金落としてますよって店長には自供ってことにしてもらってますって昨日も言ったしねっていいですね子供の頃からだからよいいですねもう幼いやでも早いよ小学校でさカラオケとかだから増せてるねエロ本とかすごいなだからよはいでまだ行けますうん青野軍団さんさっきの続きね あり小学生の時に筆箱とかに好きなアイドルとかのシール貼ってたさ俺なんか時代は「あとトシちゃんマッチ松田聖子とかよ」そうなんだそんな中俺は西部警察のメンバーの渡哲也さん渡也、でカンタッチ菅田知博さん石原裕次郎へえかっこいいのシール貼ってたわけさ それをクラスで人気あったミーキーに見られてあの渋い舘ひろしを「ゴリラみたい!」って爆笑されてよ <laughs> 授業中だったけど舘ひろしのかっよさ舘ひろしのかっこよさを説明してたのを覚えてるやつさ <laughs> ちなみに当時小5の俺はあ俺は今同じだ舘ひろしを菅ひろしって呼んでいたえ同じ漢字 要はタッチをカンって呼んでたよねって。ってね、えっと、ね、今、ああず、その状態ですかど。<laughs> ちなみにスリーピースは人に優しくだよ。げつだろってあそ。そうそうそう。えー、そうです、そうです。そうなんだ。詳しいっすね。詳しいっすね。面白かったな。あれはい。ええー、まあまあまあ、そんな感じで、じで子供の頃に。ハマっていたものということで、今日はお送りしてきました。二時間、あっという間ですね、はい、本当に。 皆さん、たくさんメールありがとうございます。ありがとうございます。今日も楽しかったね。ねはい、楽しかった。はい。閉めて。じゃあ、明日はサリーが登場しますので、お願いします <laughs>、はい。何をニコニコして。<laughs> <laughs> 今日も皆さんありがとうございました。したメールデッキストもありがとうございました。本当に。はい。閉める閉めてください。<laughs> 楽しかったですね。また来週もお願いいたします。はい。 はい、では明日サーリーなので登場しますよ。お楽しみに。お楽しみに。それでは皆さんさようなら。さよなら。今日も一日頑張りましょう。